で、あの外見つかみとか通ったらワンチャン復帰阻止で倒せるから状況いいしってことで、うん、もう割り切りで強気に、うん、あの確認というよりかは反応で反応ですね、うん、もう読み合いしちゃうみたいな。そしてグランドファイナル福井県でございます。表の再戦ですね。横強上強から空中へ、中央台も悠々と使ってくれ。いやヨッシーも戦場楽しそうやねまあ明日は我が身という話かソニックも確かにみんながみんなの戦場だからねみんなの公園、そう公園みんなの戦場公園浮遊台ある時代なんやなこれ危なくないから撤去されないでしょ確かに、ね、大丈夫結構危ないか浮遊台危ないですよ、うん、いつ落ちてくるんだって話ですかね。しかもそうだね、台上からクラウドが空中後ろ降ってきて危ないからっていう、うん、それはクラウドが危ないからその通りだ本質が見えてる。ガキャ空中前大折りからとはいえ上京大折りに重ねる空中へ下りで当てればお咎めなし、上でシールドしとんねん。ねえ、ね、あれば押し付けれる技を振ってくる。先をつかまりっぱに当てて、ここは一旦踏ん張りジャンプを見る判断。スカシガードスピンを受け止めて、その先の読み合い作って空中へお互いの暴れが通る。横つまして大折り見えていたがギリギリ届かない位置、前回引からそのまま前に投げて、とはいえ戦場であれば中央台へ向けての踏ん張りジャンプライン回復、これが強力。ベビーさあ一戦目の復帰阻止が能力を受けるが、判定強気に空中後ろ暴れ、その曲がりから前回引き切ることができなかったが不安定、一瞬泳がされた。もうどちらも動き出して卵投擲、卵投擲、出し攻撃耐えて横強はねが、とはいえその先も多いし横強、うん、ちゃんと見てましたね、うん、一応ソニックは中央台にジャンプで戻ってくるのに空中後ろっていう圧があるんで、はい、回避上がりをヨッシーが選ばなきゃいけないっていうのもあって、それもケアしてましたね、うん、でもうまい。とはいえ下シフトを混ぜてないと今のワンチャン本当てになってなかったんじゃないかなって感じですね。それ確かにな、うん、パーセントが高すぎるがゆえにそういう話があるかも。ソニックの地味難しいポイントですよね、横強のシフト関係。確かにね、不思議だ。即戦性を取るのはケン、強いその軌道。卵投擲、ここは卵ずり落ちるので端側の状態でしたが石橋を叩いて渡った、はい、あまりにも叩きすぎていた気もしますけどこここここここよし、いけるってで、投げとそして、叩いて渡った後には、うん、スピンが通るようになると、うん、この石橋は大丈夫。空中に取られ、下強反角が食らわない。下り空中へ、もう一度空中へ、大折りから空中後ろかわしているが網羅する範囲が広すぎる。横上シフト、上シフト対空技巧が光るね。はい、さらには大折りに出し攻撃まで交えて横スマッシュ大折りに当てるが空中後ろ、あれお仕置きできるのいい ねソニックとかあとウルフもか、横スマッシュノックバックを網羅できるリーチが欲しい、ね、ということで、ガードさせちゃったらもう結構無法系の技ではあるんだけど、ヨッシーはそこを空中機動力で横のリーチをカバーできると。素晴らしい。スピンすれ違わせ空中しろ、ジャンプ感は使わざるを得ないがこの状況を上からすれ違わせる。この状況は何か見ましたけども、さすがに二の鉄は不満、うん、さあフイガーも石橋を叩いて渡るか。崖つかまって踏ん張りジャンプからもう一度崖が逃げて空中後ろ振り切ったところに掴みで反撃、うん、もう下投げから確定コンボもないんですけど投げないと崩せないところまで来てますね、うん、剣がこのゼロパーでその硬さはやめてくれ。スピン引っかかって空中に打たれる。振り向き掴み通すがもちろん下投げコンボはない、ジャンプに出すからホーミング暴れ、要求に対してガーキャン食う前からダッシュ攻撃、もうミドルリターンでも12分すぎるこの差、痛すぎ痛すぎ。さあ相変わらずアスレチック、そうだな大好き伊達にアクションゲーム出身じゃない。空中しろ空車、ここでスピンをルート上に置くこと判断ですが浮きが足りない。それも当然パーセントまだまだ33、何なら顔が2つある。空中前空中したいですがダッシュ攻撃すれ違わせる。後ろが、ね、読み勝っていてルート上で叩くが単発で終わらせるわけにはいかない。右側着地狩り炸裂、ここはスピンで左側に着地から横スマッシュへ、スピンにでかいものぶつけに行く、うん、スピン引っかかって空中前復帰阻止こそ食らうものことはないが、この崖台上空中から空中後ろ寿命が先にやってきそうや。
内側空中に倒れて見られていたので一旦台側逃げて上スマッシュ食らせてからのダッシュ攻撃とはいえ中距離でダッシュ攻撃半角では激性が通らない。回避上がりも上強ですがガードが間に合う。ソニックの熊谷もね反撃として優秀ですね、うん、鬼レバガチャ鬼レバガチャですが勝つつもりですその先もう一度投げる。さあこの復帰ジャンパーから通して空中前ずっとしか掴み接続ならない。いつもにか判定シュート打ち込んでいる。確かに卵の表裏はわからないか、うん、とはいえよ公共攻撃駆け上がりへもうこれさえいつか当たればいいと差がでかすぎる。まずは一戦目剣が内容がらりと書いてきたか。そうねうかつのスピン発射が減ったかもな。それは思いました、うん、明らかスピン少なかったなっていう。で発射タイミングを変えることによって通るようになってる。うーんシールド回避とスピンの、まあ、差し込みのパターンの比率とタイミングにわずかな変化をつけることによって、うん、冬のシールドを解除させてますね、まあ、当然なんですけどスピンよりもダッシュ攻撃の方が早いじゃないですか発生が、うんうんまあ、スピンってチャージしないといけないからそうだね。だからスピンチャージして、まあ、チャージしている時間にあのヨッシーが小ジャンプから空中下まで仕込める時間があったんですけどもそこにダッシュ攻撃で下がすれ違う展開もあったので、まあ、ルート上に技を置いてそこを起点として火力を稼ぐというふうの序盤中盤の、まあ、コンボするための指導のレシピが通らなかった印象があります。あとまあ最初のやり取りとして印象的だったのはつかみのヒットが露骨に増えてるか、うんうん、中距離でシールド様子見っていうのがあるんで、はい、不意側の選択肢としてやっぱスピンをやっぱ受け止めるためのそうそうそうこのシールドがヨッシー側も必要なんですがそれに対して剣がなんか1個、うん、ダッシュつかみっていう回答を持ってきましたね、うん、それが面白いかな。それでいて投げからも火力高いどころか戦場だったので、うん、ダッシュ攻撃をウィナーズで勝った時は、うん、迎撃したあのシールドなんですがそれに対して投げを仕掛けるっていう読み合いですね。内容変えてきてお互い撃墜パーセントまずは先に手を出すのはフイこの崖の展開空車見せかけか下気を見せかけて空中手をすっぽ抜ける総裁だったね、うん、スピン目の前で止まるのであれば空中ニュートラルを暴れフィガーもこの踏ん張りジャンプして崖を上がってくるがいや大事よ、うん、ここが空中手は絶対拒否しなければならないですが掴みに対してごちゃも出し掴み卵投擲から垂直ジャンプからここで前歓声入れない相打ち、まあ、かっこいいですね、うん、画面両端うわすげーダッシュだけを反応している引きじゃん様子見いややり返しましたね、うん、表では DA 釣られてシールドから反撃食らったんですけど、うん、今度はお前のダッシュつかみに差し返すよっていうわあ、ヨッシーがもう深めに差し込みに行くのはダッシュからじゃまあそれしかないですからね本当に一応中距離どういうやり取りが回ってるのかっていうのを、うんまあ、僕も見て理解したんですけど、うん、ちょっと試合中に喋れないかもしれない、うん、内容が長い空中に倒れつかまりっぱに持続当ててそして匂わせてから崖がスピンチャージ毎回火に突き刺さるスピンのフェイント待ちているがもう一度なため直したところに空中指導物量を押し付けていせ空車目の前着地ですが火管性が素晴らしいスピンすれ違わせてさあ内容とテンポの違うところで序盤中盤のスピンが通り始めてくるがホーミング相変わらずやる気がないルート上に空中下置きから空中へ一般通過ホーミングディスリーグ空中へですがもちろん剣側もダイヤージで無理はしません。反転反転横強からそのまま空中へ嘘ウルトロカヒ見ていた横強上シフト、うん、あの吉田押しで使い道がないとされている技を不意もその領域までそして空中前めては上に切り出したところに強気に仕掛けに食う確かにあれしか当たらない状況はあるんだけど、うん、コンバ伸びないから使わなくていいっすって言うんだが、はい、使わなきゃいけないシーンはあるんだよねっていう、うん、それだったなとはいえ上に踏ん張りジャンプも切った後なので大栄着地をするためには何かしらを選択しなければいけなかったがその先に空中しろ出し攻撃ですが横指摘大したさあ掴みのパニッシュカウンターにはもちろん上投げ空中へ空中前スピンここは垂直合わせて一旦ここはフィガーも様子見垂直ジャンプでスピンとの読み合いを拒否
空中手もかわして、こちらも空中下ですが、その先には出し攻撃、やはりルート上に置く空中下は出し攻撃という裏目の竹が存在するか。そうだね、大ジャンはしかも見えるね、ソニックは、うん、空中下出だしのところにまたもテンポの違うスピン、ニュータル持続ですが、テーパーすぎて美味しいものにはならない。やはりスピン受け止めるためにはどっかしらで空中下が必要か。空中下もう一つ、豪華空中へ高いスピンのジャンプキャンセルをとがめて、ルート上の空中へ混着しやり、一旦拒否して、さあ商戦場の大恥、無論吉川も無理はできない。うまい、かわしたら横強、両対応はうますぎるな、そこで。はっ、ダブルマークなる、地球の方にも使ってニュートラル、空中しろ、変更間違いないが、どうすんの、ベビーから空中前はニュートラル回避でかわして、このだけ、その場上がり選択、後ろに投げて展開を入れ替える。うわ、ウェビーですが、こちらも受けたのか、そのまま空中ニュートラル、暴れケア。最後の展開なんか言語化しづらい、追いかけなかったことが尋常じゃないですね、まあ、ソニックの逃げ先を全部潰してた、いい位置取りが終始続いたっていう感じかな、まあ、特に上に行く上で追いに行った後になんか両対応横強で追っかけるみたいなシーンとかは、ね、ちょっと困りましたね、あそこまで追われるとどうしようもない。よしって空中の自由自在さはえぐいんですけど、地上攻撃はこぞって置きが多いんで、うん、自分から当てようとするのマジで難しい。そうだね、だからあの空中にいる間にドミッチャクを頑張って作るために前を取らなきゃいけないんだが、うまいね。で中距離で何が起こってるかっていうのを、まあ、試合の序盤だから喋ろうかなって思うんですけど、うん、まずスピンチャージが強いです、うん、あのヨシーの小ジャンプ戦に対して横ビーム敵があるから、はい、でスピンチャージされるわけにいかないから中距離であのヨシーが間合い見てます。で引きスピンチャージに対して前ダッシュがヨシーのこう正解になってます、はい、でその前ダッシュに対してソニック視点ではダッシュ攻撃で前ダッシュが止まります。正位置が合わせる、そうそうそう、でそのダッシュ攻撃をキャッチするためにフリーとしては垂直ジャンプ様子見とか垂直スカシジャンプスカシシールドとか、はい、そういうタグがありますということで、まあ、中距離シールドっていうのがフリー視点で、まあ、メタが進んだところでは強く使えてたんですけど、うん、そこに対してダッシュつかみっていうパーツが1個加わったことによって、うん、あのシールド大きいからあれなんか相手が攻めてきそうだなって思ったら不意が前ダッシュしなきゃいけない状況が作られてるんですよね。そうですね、でその前ダッシュが来るとスピンが刺さるっていう、そう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 一回転しましたねこれで。いやー素晴らしい。そして空中しろ大寄りに対して喧嘩は前歓声を入れないと、ウィナーズのたった1回の敗北からね、あああれをダッシュつかみで崩したら読み合い変わるんやってこぎつけられるのが早いっすね。あ気づいてしまったか、2度目を与えてはいけない真の男、うん、空中前メテオバウンドからウエスマッシュへ、ここでホーミングアタックともすればメテオになってそうでしょ空中前のね暗い判定というか当たり判定が、うん、コミがたくと相打ちしそうで怖かったですが、大上着地に空中後ろ、多分空だったら持続なくてかわせてたと思うんですけど、はい、空中後ろだからね持続があって N 回避を借りましたね、うん、単発では借り切ることができなかったが、まあ、ソニック落下速度自体は結構急降下になるとふんわり着地してくるので、そこに対して切らない判断は持続の長さで買い取ると、うん、冷静空中前さらには出し攻撃、その曲がりですが下強から弱へ、よいしょ、ルート上に置きたい空中下ですが、やはりスピンすれ違わせる、スピンが裏目になりえないこの差し返し、ちょっと1個変化を生もうとしてるね、スピンの発射が前提になるんだったらこっちも技を置いて止めたいっていう不意の差し合いの変質が見れますね、はい、2周目の読み合い空中上ですが、中央台を経由されるといかに空中上であってもルートを捉え切ることはできない。いやー DA がチクチクと刺さっていく、うん、スピンを置くための技振りに対してはシンプルに差し返しの DM を通る、うん、空中下見てから発射、もちろんすれ違わせれば剣がお咎めでしたですが、ここでルート上空中に打たれる、ここで起点を作れるか、ガンガン来たぞ、ガンガン来るぞ、出し込みケースが引き捨てで拒否、さらにはこの戦場の大恥で溜めるスピンに対しては吉川も容易には動けない。いやそうね、マジでこれが強いから、そう深めが、ここで深めに行きたいが横ビーム敵が先に発生している、卵投敵からその場下強弱固め、
踏ん張りジャンプ上がりですが、その先の展開取り決めません。いやもうスピンの変更パーフェクトですね。もうなんか一体この 43% から一体何秒間動いてないんだというぐらい、差し合いを確実に我が物としてるが、ここでスピンを投げアーム、投げアーム、投げアームってなー、もう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 かなり熱い大上、大上でしたね、うん、大下にいながら、崖下にいながら来ても作るという結構おもろい、うん、ダッシュ攻撃195、そろそろ寿命も近づいてくるか、上投げはもうちょい必要かな、うん、戦場ですからね、うん、とはいえ横強攻撃本当て中央なのでまだ撃墜しないが、空中後ろ一戦目もかな、一戦目というか表も上からすれ違わせる展開多かったので、空中前をすれ違わせることには成功してたんですが、うん、それはもう通らなかったか、確かにな、空中後でも撃墜だから、うん、めくりに達して回答になれるか、いやすごいアイデアえぐいわ、うん、撃墜に対する嗅覚凄ましいの剣、うわうわうまい、卵投擲を崖離しで気がするが、その先の展開ジャンプがないぞ、ゼリーからニュートラル相打ち、うわ、いや空中昇進速攻狙えない、うん、投げを通して後ろ投げ、スイガーとしてはここできっかけ欲しい、打ち取ったんですが、さすがに移動回避といえども、痛い、 SY、 はい、そこにヨッシーがいたので大号打った急にそしていやもうゴムと言っても差し支えないですね、全然ゴムだすごいわ、うん、まずはスピンガードを受け止めるターン、ホーミングアタップですが、うわうまい、その先を読み切っている大きい技、空中下地続いて展開継続きた、うわ移動回避、いい角度、空中下地続へ2連暴れ、お互いダッシュガードで揺さぶるが、ちょっと変わったね、剣側もダッシュシールドするっていう、ダッシュシールドし始めましたね、回避上取ったぞ、空中上ですが3回は繋がらず受けが足りない、ブレーキ、ここはスピン潰すための垂直ジャンプ様子見ですが、剣側も前関数は入れない、とはいえ大上着地に空中へ2段技、スピン打ってこいというジャンプ様子見ですが、絶妙に大が邪魔をする、あそして1分半か、気になり始めますね、勝負は決まりそうなオーラは出てるけど、そうね、下今日強い、上回避見てる、上回避見てる、コンボ伸びなくてよかった、さあこのスピンブレーキをかけて大上に行くのであればすれ違わせる、空中下ですが横飛車をすれ違わせ、大より安易な前関数は入れない、綱渡りどっちもとはいえ 26% 差、ワンタッチ最高速度が遅いな、それ空中前上火を照らし、そのまま叩いた激痛一周回りきりましたね、本当に剣も反応したんだよな、スプリングが出てたから、はい、狙いに来たっていうのを来たんですけども、上火ギリギリ間に合いませんでしたね、ヤフイの判断がさらにその上をいったな、上線の線でしたね。